ですけど、今回それがものすごくやっぱりプラスになったんですよ。だからその書いてるデータを引っ張り出して探してみました。でやっぱり詳しくいろんなことが書いてあったんですよ。例えばこの地域でこのぐらいの規模のお店でやった場合はだいたいこのぐらいの売り上げが出るとか、この地域ではこういうものが売れてこういうものが売れないとかも細かくいろいろ書いてありましたし、写真まであったんですよ。まあ全部のお店じゃないですけど、撮れるところは写真まで残してあったんですよ。それが今回ものすごくそれがプラスになって、私は全部チェックして、まあまあ確かには良かったと思いましたね。その当初いろんなところはね動いて回って、そういったデータまでまあ役に立つかどうかわからないけど取っていこうってことでやったことが何年も経って役に立つっていう時が来たんですね。やっぱり本当備えれば憂いなしじゃないですけどね、やっぱ何か役に立つことがあるっていうのはその時本当に感じましたね。でその時にある地域、ある市ですね、シティですね、そこだけ、そのリサイクル関係のお店がなかったんですよ。でまあその当初も不思議に思ってたんですけど、まあお金持ちの結構地域ですし、まあ人口は確か40万都市ぐらいですね、で両端にまたシティがあるんですけど、こっちのシティがだいたい60万都市、こっちもだいたい60万都市ぐらいですね、隣のシティが。で私がその店がリサイクルの店がなかったところが40万都市ぐらいで一軒もなかったんです。でここは本当金持ちの人たちが多い地域です。まあ いろいろありますよ、貧富の差は格差はありますけど、まあまあ金持ちの人たちが多いっていう地域です。でここに注目したんですよ。なんでここにないのかなって。まあまあ基本的に考えればお金持ちが多いんで、そういった日本から持ってきたリサイクル品なんて買わないで、まあ、新品を買うと、まあ、そういうことかなと、まあ、分かんないですけど、とりあえずその地域に足を運んでみようと思ったんですよね。その当初は前はですね、そこの地域にお店がなかったんでいろいろ聞いて回ってお店がないって分かった時点でもうやめて他の地域に行きましたから、今回なんでそこにその地域にそういったお店がないのかを調べに行こうと思ってフィリピンの方に飛んだんですよ。そして、まあ、エスコートですね、通訳と一緒にその地域を回ってあっちこっちですね、デパートからいろんなところを回ってなかなか答えが出ないんですよね、まあ、ただ確かに普通の民家とか見てると、あここは富裕層が多いなっていう場所でした。ただ答えが出ない。もう大きなデパートもたくさんありました。で、隣のシティに行ったんですよ。こっちには結構大きな、まあ、同業者っていうか、まあ、リサイクルの店が、まあ、まあまああったんですよね。結構外れの方とか、まあ、いろんなところに。でそこで、まあそこは前も一回チェックしてたんで、データがあったんで、まあ、それと、まあ、変わって、まあ、数年経ってますからね、変わってないかこう、まあ、また見て、でまた私の顔を覚えてくれてたお店のオーナーとかもいて、あお久しぶりですっていう感じで話して、あこれはチャンスだと思って聞いたんですよ。なんであそこの隣の市はこういった商売がないのですかっていうことを聞いたら、その人も言いました。その人が言ったことは、あそこはお金持ちが多いからと、それと、場所を借りるのにかなりまあ、賃貸契約がですね高いと、採算が合わないと、まあ、どっちにしてもこういった商売のやりにくい地域だと、いろんな面があって、で富裕層がまた多いし力持った人たちも結構多いんで、やり方間違えれば大変なことになると、まあ、そういうことを教えていただいて、まあ、ただそれはその人の一つの意見ですから、もっと情報欲しかったんですよ。でそれでまあいろんなとこ回って、で今度反対のこっちのシティの方をまたずっと回ってる時に、まあ、そこのまたオーナーが、あお久しぶりですってことで話したら、ああ来たかって感じで言ってくれて、そこでも同じこと聞いたんですよ。なんでこっちの隣の市はこういったお店がないんですかっていう。
たら、まあ、そのオーナーはあそこに出すつもりって言われたんで、いやまあもしあるなら考えてますと。ただなんでないのかなと思ってって言ったんですよ。そしたら あそこは難しいと、まあ、同じこと言ってました、まあ、賃貸が高いと、それと、まあ、富裕層が多いんで、なかなかまあ難しいと思うと。まあほとんどはこれイメージなんですよね。で、今までそういうお店ありましたかって聞いたら、まあ小さいお店はあったかもしれないと、ただあんまり聞いたことないと。まあそこは難しいよってその方からも言われました。私もあそっかって、まあフィリピン人が言ってるんですから、フィリピン人の商売してる方が言ってるんですから、そうかなと思って。で、ただそこで思ったのが、まあどっちにしてもあのマニラの日本人の社長さんのところに行こうと思ったんですよ。今ご視聴なさってる方たちはなんでって思ったと思います。それがまた私の変わった性格なんですよ。もうこれをやろうと思って、そして、頭の中半分はそこの市で私はもうやってみようかなって思ってるんで、もうそこの市ですね、シティで場所をもう探してたんですよ。いろんなつてを使って、でもう何軒かちょっとこう思い当たるところっていうか、まあ何人かこう教えてくれたんですよ。あそこがあるよとか、あそこもあるよとか、まあ、金額は結構高かったんですけど、ただもうそういう流れになってたんで、その日本人のマニラにいる社長のところに行って、もうきちっと話しようと思ったんですよ。なんかもうこそこそやるのが嫌なんで、まあまあ何を言われてもいいかなと思って、どっちにしてもあの嫌事しか言われないんで、ただ一言は言いたいと思ってですね、なんせその人と同じ土俵に私は上がろうと決意していってますから、堂々とやりたかったんですよ。まだ何も決まってないんですけどね、ただのカッコつけかもしれません、それは。で、まあその社長のところに行って、まあ案の定あの何しに来たっていう顔されました。でその社長の経営状態もあまりもう良くはなかったです。実際あもうこれあまり長くないのかなっていう感じもありました。ではそこで私があの社長ちょっとお話ありますと、私もここフィリピンにそれなりの規模で根を張りますと、やってみますと、それはもう失敗する可能性は多分 80% 以上あるかもしれないと、でももうやるだけやってみると言ったんですよ。その社長は大笑いしてました。無理だと、ブラザーさん、あんたみたいな甘い考えだったらこのフィリピン通用しないよって。いくらこのフィリピンが長いかもしれないけど、もう前も20代の時もたくさん失敗したんだろうって。で、あの大きな規模やるって言ってもお金かかるよって、無理だよ、あなたには無理だよって、すごいあのそこのスタッフ連中スタッフとかいる前で大きな声で笑われたんですけど、まあまあそれは分かってたんで、まあいいかと思って、まあ、ただ私はそれを伝えに来ただけですと。でその社長がどこでやるんだと言うんですよ。だからまあ私は言いました。そのある地域あるんですけど、そこでやりますと、名前もはっきり言ったんですよ。そこでやろうと思ってますと、だから今探してますと。ただその社長が手を叩いて笑ったんですよ。でまあまあ言われることは一緒かなと思ったんですけど、手を叩いて笑って、あの場所でこういったリサイクル品とか機械関係とかいろいろやろうと思っても無理だと。あんな富裕層が多いところで、また富裕層がいるってことは力持った人間もいるんだと。そういうところで売れるわけがないと。フィリピンのこと何にも分かってないなと。本当面白いやつだなって大笑いしてましたね。なんかまあ私としてはその言葉を待ってたような感じなんですよね。ちょっと変な感じですけど、嬉しいじゃないですけど、待ってたっていう感じでした。でまあいやいいですと、とりあえず失敗ダメ元ですから、やるだけやってみますってことを伝えて、社長はやってみるがいいよ、もうそんな感じでした。もう本当泣いてこのフィリピンから出ていくことになるよっていう、バカだねっていうふうに言われました。でそのスタッフたちもにも社長が言ってるんですよ。こうだよって、このブラザーさんこんなこと言ってる、あの場所でするんだってっていう、まあ、通訳通して言ってるんですよ。
スタッフたちも、まあ、意味分かってるかどうか分かんないんですよ。なんかまあ一緒に笑ってましたけどね。でもなんかその時はこれでいいんだと思って、俺はこれを言われにここに来たんだっていう感じでその時は帰ったんですよね。それで、いよいよまあ話は通しましたし、もうすっきりとした気持ちでよしやってやると、あの笑ってる顔を、今度はっていう顔にしてやるぞと、もう闘志がメラメラなんですよ。私はもうそういうことをされればされるほど闘志がぐわーっと湧いてくるもんで、変な性格ですけどね、もうその時はもう絶対やり遂げてやるっていう気持ち満載ですよね。で、ある場所が見つかったんですよ、偶然にも。で、その話をまた次回お話しさせていただきます。そこから私のいよいよ本当のフィリピンへの挑戦は実際ここからになりますね。今までのは本当私の勉強でしたね。その社長の件にしても A さんの件にしても、まあ、拉致されたり監禁されたり、撃たれたりといろんな刺されたりといろんな目に遭いましたけど、騙されたりとか裏切られたりありましたけど、そういうの全てが次回から話すことにつながっていくんだなと。このそっから10年かけて私が10年以上かけて今の私を作り上げます。そのために勉強したんだな、経験したんだなと思いました。なんでかというと、今まであったことなんかほんと小さいことぐらい、この日本人の社長の問題なんか、その前拉致された時の問題なんかほんと小さいことぐらい、今後起きること、十数年かけて起きることっていうのがものすごくどでかいことが起きるんですよ。でもまだ私は生きてます。そして今は幸せと感じてます。そういうことが起きます。それを次回からお話をいよいよさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。